はいどうもドブシです。それでは PC ホラーゲームディストレイント2の初見実況プレイ始めていきたいと思います。ディストレイント2は2次元の心理的なホラーゲームです。あなたはプライス、マクレードとブルトンとムーアの屈指な会社の提携を受けるために人情を売った男です。ディストレイント2は最初のゲームの出来事を進みます。希望を引き戻して自分の目的を探すまがまがしい物語ですとのことですな。前作のね、正当な続編となっているらしいですね。前作の主人公であるプライス君がまさかの続投ということでね。プライス君は前作で一応散弾銃自殺を図ったということで物語を締めくくったんですが、まさかの夢落ちの可能性もあると。夢落ちか、幽体となってうろついているかは分かりませんが、受験始めていきましょうね。ブライス君の後輩かと思ってたんですけどね、続編があるなら。俺の名はプライス。会社の共同経営権を得るため住人たちを住んでる家から立ち退かせる、それが俺の仕事だった。だがほどなくしてそれが天職でないと悟った。グッドウィン夫人という人柄の良い高齢の未亡人がいた。俺はその夫人から家を奪った。俺の中の何かがポキリと折れた。彼女は決して責めたりはしなかったが、俺は自分を許すことができなかった。特に彼女が亡くなった後には、最後には生きる意志も失った。そして散弾銃の銃身を口に突っ込み、すべてを終わらそうとしたんだ。っていうことですよ。1分も経たずに。前作の全貌が。プロローグ、理性。天国？地獄？どこか遠くパート1。これは？ここは一体？俺は？もういないんだ。いてはいけないんだ。誰か聞こえるか？どうなってるんだ？シフトを押し続けると走る。今コントローラーでやってるんですけどね。見えない壁が。前作って走ることってできたっけな。できなかったような気が。何やつ。なんだこのじいさん。話しかけられない。すみません、ここは一体。それにあなたは。わしは理性じゃ。残念ながらそれ以外に自分を説明する言葉を知らぬ。だがお主が許せば導いてやろう。導く。よいか、今から言う言葉を聞くのじゃ。よくわからない。わしはお前の一部じゃ。わしらはつながっておる。理性？そうじゃ。理解するのは難しいじゃろうがの。ここは一体？それに答えるのは簡単なことではない。説明できんのじゃ。どうなってるんだ。銃の引き金を引くところだったはず。いや、引いてたと思いますけど。ぶちまけてたと思いますけど。そう。説明するのはとても難しいのじゃ。だが理由があるからこそ最後にここへ来たのじゃ。ただ逃げ出したかったんだ。もうこんな自分じゃいられなくて。これ翻訳のね、モッドの関係で色がついているテキストがずれるらしいですね。仕様ということでよろしくどうぞ。なんで俺がこんな目に。お主にはまだまだ経験しなくてはならないものがたくさんある。自分自身を許すことを学ばねばならぬ。そんなことできるだろうか。今のお主では確かに難しいじゃろう。じゃがわしを信じるのじゃ。自分自身をもう一度見つけ出し、希望を見つけるのじゃ。それのみがお主を癒すであろう。俺には手に余ることのような気がするよ。
希望を見つけるのじゃ。さすれば全てが変わる。やるだけやってみるよ。わしの頼みはそれだけじゃ。近いうちにまた会おう。あ、マンションじゃん。アパートか。因縁のアパート、始まりの場所。エレベーターを呼ぶ。ピ、何も起こらない。ノックする。すみません、誰かいますか？返事がない。あの、トイレノック。開けてくれませんか？あの、ファ、ん？何か来る？なんだありゃ。目がドルマークになってる。プライス君がいっぱい。そんなに金が欲しかったか、プライス君は。どんだけいんの。ドアが開いた。何年か前の俺だ。ウィース、赤き視線パート1。なぜ俺はここに。死んだのか、いや生きてるのか。ディストレイント2にはオートセーブはありません。セーブするにはここに来てください。ゲームをセーブした。どういう意味かわからないけどね。前作も似たようなこと言ってたよな。ぬくもりと冷たさ。トイレ。ここはノックしないんかい。私的とは言えないバスルーム。隠れる。ステルス要素がある。出られない。あ、出られた。古くて汚い洗濯機だ。ダイヤルがなくなっている。随分と錆びたシャワーだな。このパイプ簡単に取れそうだ。取っちゃう。やったぜ。アイテムを使用するには次のキーを押して選択。錆びたパイプ。一度アイテムを選択したら次のキーを押して使用。できない。次のキーを押し続けると所持するアイテムを見ることができる。まだ使えないみたいだな。暖炉の火に当たるのはやはりいいものだ。あれは？暖炉の中に似つかわしくない何かがあるぞ。何かで書き出せるかな。早速、錆びたパイプ。ていうか腕すごい細いな。今気づいたけど、棒人間の腕みたいな。熱くないのかね。なんだこりゃ。洗濯機のダイヤルみたいだが、なぜ溶けないのか。あ、うん、何かが影の中に入ったのか。追いかけられるのか。ダメみたいですね。洗濯機のダイヤル、ここにはまるかな。洗濯機のダイヤルを回す。金庫のなんか鍵開けみたいな。ノーヒントなんですけど。お、じゃあ逆で行ってみましょうか。
に、じゃあ逆で。あ、うん。まあ、記憶していくみたいな感じかな。じゃあそのまま。じゃあ逆で。やったぜ。よし、終わるまで待とうか。なんか来てる？なんだこの音は。早く隠れないと。ここで隠れるかな。ウギーマンみたいな。サイヒルジミテ来たな。音がでかい。あ、なんかあの頭の部分が真ん中に割れてる感じからして、プライス君の死の影みたいな、そんな感じかな。クパーってしてんもんな。一体何なんだあれは。ここはどうなってるんだ。終わった。どれどれ、アイスキューブ。なんだか随分と見覚えがあると。きっと中に何か入っているに違いない。前作もあったよな、なんか溶かすイベントみたいな。あ、いた。アイスキューブ、すぐに溶けるだろう。いや、放り込むんかい、火の中に。錆びたパイプ。アイスキューブの中に何かあったぞ。鍵だ。でもどこのだ。鍵、鍵閉まってるとこなんてあったっけか。炎の源。ん？あれ？ソファーの後ろに何かあるぞ。動かせるかな。一体なんだこれは。もっと近くで見てみよう。あー、なんか枠をはめるような感じの。何かが欠けているみたいだな。その鍵を開けた場所で手に入る的な感じか。つまり入ったことのない扉を見つければいい。あれか。ダメだ、このドアはロックされている。コッコ。よし、鍵を開けたぞ。自己欺瞞。参ったな。一体どこに向かおうって言うんだ。何もない。あ、うん。理性と反対のやつとか。バー。俺を避けて通ろうってのか。あ、すまないが、あなたのことは知らないんだ。なんだって。俺だよ、お前の古い友人、強欲さ。俺のことを知らないだって。強欲か。何が望みなんだい。望み？俺のことを忘れるなってことさ。俺と俺の持つ無慈悲さが必要だろうからな。俺抜きで成功なんてできなかっただろう。聞いてくれ、俺は訳あって変わろうとしているんだ。多分お前なしじゃ成功できなかったかもしれない。だがもっとマシな人生を送っていたかもな。マシな人生だって。バカじゃねえ。自業自得じゃねえか。
俺といるべきだったんだ。そうすれば何でも手に入ったのに。だけどまだ手遅れじゃないかもな。ああ、何もかも混乱している。なあ、俺たち一緒なら。なんだ何やつ。天使と悪魔、強欲よ。またちょっかいを出す気か。はっ、お呼びじゃないんだよ、理性。黙れ。話の腰を折ってすまないの。聞くのじゃ。確かにあやつの助けがなければ目標に達成できなかったじゃろう。じゃがお前はまだまだ若い。お前が欲しかったものは何だったんじゃ。もちろんだ。お前も俺もみんな知ってる。こいつには俺が必要だ、理性よ。お前には否定できないだろう。俺だけがこいつを成功に導ける。他に誰がいるってんだ。そう、すべて間違ってるとは言い難い。じゃが彼に必要なのは正しい方向に向かせること、つまり活気を取り戻すことなんじゃ。何？わしを信じるのじゃ。希望を目覚めさせるのじゃ。それのみがお前を救うじゃろう。待て、そんな意味不明な言葉を聞くな。なんだこれ。何だったんだ。希望、強欲、理性。ああ、もうめちゃくちゃだよ。お？リング？俺は短足だが、メタ。何がどうあれ届きそうにないな。二等身だから。錆びたパイプ便利だなおい。一体これは何だ。どうもこれが必要な気がする。そうでしょうね。なんだ。裏世界、赤き視線。暗くなった。あ、今のとこに行くっていうことかな。あれ、さっきまでここ出入り口だったはずじゃ。閉じ込められた。やっぱり裏世界じゃないか。リングのマーク。コッコ。リング。よし。ああ、絵柄を合わせるってやつね。これか。太陽と炎。これでよしかな。お次はなんだ。どんとこいだよ。火が消えてる。火が消えている。なんでだ。何もかもどうなってるんだ。一体これ全部に何の意味が。扉が塞がれている。余計なことを。逃げられない。ああ、逃れられない。それ以上近寄るな。やばいやばいやばい。止まるんかい。近寄らないんかい。何なんだよその間。頼む、来ないでくれ。ああもう見えない、見えない壁が。うわー。